俺がスクワットや。体育教師のスクワットや。早速スクワット流ドラムダイエットを始める。山ジャクソンです。じゃあ先生よろしくお願いいたします。お願いします。まずはそうやな、基本姿勢から。この基本姿勢をきちんとやることによって体内に流れる血流とかも良くなるんや。だから最初はこれをしっかり真似をしてほしい。まず家にある何でもいい座れる椅子持ってこい。で椅子の準備ができた。で一回座る。そしたらそのまま立つ。ほう、立つ。ほう。そしてゆっくり座る。ほう。これだけや。ええ、もう一回やって。ゆっくり立つ。はい。でそのままゆっくり座る。これだけや。ええ、これがあの ドラムダイエット。そう、基本。あ、これが基本。あ、これ基本なんですね。これ大合唱にしたらか、ほんまに。舐めてると思うけど、これは大事にしてほしい。え、でもそのなんか姿勢とか、ドラムに対しての姿勢とかそういうのは、ない。え、あ、なるほど。これは何、体のどの部分に効くわけですか？あれや。ハムストリングスや。どの辺なんですか？ハムストリングスどの辺なんですか？多分太もものぐらいぐらいかな。うん。何ちょっと吸いなってんですか？大丈夫ですか？じゃあ、わかりました。もうじゃあ、いろいろ聞くのちょっとあの、野暮なんで、はい、じゃあ、実際、じゃあ、エクササイズ、ドラムダイエット、エクササイズやってみましょうか。これを何回？とりあえず基本姿勢やから、今のを、5回だ。あ、わかりました。じゃあ、わかったな。ちょっといろいろ考えるとこあるけど、行くぞ。じゃあ、先生、よろしくお願いします。基本は大事。スタートの合図出してくれ。あ、ちょ、すいません。じゃあ、ドラムダイエット、スタート！1。2。3。4。以上ですか。もうおすら汗かいて、めちゃめちゃ熱いわ。めっちゃ熱い。これあれ伝わってない？この大変さ。基本の大事さ伝わってない？ちょっとあのもう一回見せるわ。ちょっと本気出すし。あ、本気出してくれますか。じゃあもう一回みんなも一緒に真似してな。これ熱いから本気出すからな。行くだよ。何笑っとんねんお前。大丈夫。あ、大丈夫。じゃあ、ついてこいよ。ドラムダイエット、みんな、行くぞ。よーい、スタート！1。2。3。4。もうめっちゃ焦ってきたわ。もう、熱い。これも多分3キロぐらい落ちたんちゃうかも、今。3キロ？ああ3キロ？ちょっと軽かった気がするもん。うん。息切れてきたし、なんか。息切れてます。誰ですか？これをじゃあ実際にやるとしたら、1日な、5回を。5回を、6セットかな。え?6セット。6セット、5回を6セットするそうだ。どんな時に？ご飯食べるとき。朝、昼、晩、全部で6回や。みんなじゃあ、食事、前、あと。あ、そうやったら12回か。食事と前の後と両方やるわけですか？やればやるほど効果出るんや。わかったか？みんなじゃあ。これみんな、1日、6セットもしくは12セット。食事の合間合間にやることだ。わかったか？よし！けどな、注意点。膝とか腰悪い人は、
まあ、1回から3回ぐらいでいい、ね。だいぶ楽じゃないですか。基本姿勢やからな。基本姿勢から、こっからまた難しいの待ってるから。なるほど。そう。なるほどね。うん。ちなみにスカッツ先生のドラムダイエットは、食べながら、痩せる。うん。そうですよね。うん、ちなみに今週、美味しかったものは何ですか？キムチラッコ。ありがとうございます。キムチラッコ食べながらみんなもやってくれな。カロリーなんて気にせえへん！ドラムダイエット！よろしく青春！次回、スクワット先生のドラムダイエットは、ドラムスティックでダイエット。チャンネル登録、よろしく青春。